最初にトライが生まれたのが3分でした。このボールの受け方ですね、本当ですね、流線を描くようにこう、そして今抜いた後のコース取り、全部流線ですよね、直線じゃなくて。抑えたのが1年生木村、コンバージョン外れて5対0、迎えた8分です。丸く走ってくれる外の選手がパス打てやすいんですね。早い。これもこうスッと開くような。本当ですね。糸を引くような走りを見せます。尾崎のトライ。これは明治はおそらくモールではないという。そういうことを言ってましたね。こうこのコミュニケーション、いろんな意味でのコミュニケーション。抑えたのは堀越です。コンバージョン決まって20対0。今度は23分、明治アタックそのもの、非常に相手に脅威ですよね。そこを読んだ帝京もこれでもチャンスと見ての今のアタックだったと思います。インターセプト、福田のトライ、コンバージョン決まって7点、7対20。そして前半32分のシーンです。ここはもう何度も何度もこのサイドアタックを繰り返した後、まあ、この場面をもっと作りたかった、時間を長く、最後は井上亮です。コンバージョン決まって14対20、まあ、迫って折り返すというゲームでした。さあでは64分のシーンを見ましょう。勝負どころですよね、残り20分どうですね。まさに切り札ですね。バージョン決まって27点とします。さらに4分後、これも外に膨らんでおられて、抑えたのが吉田京です。コンバージョン決まり34点。そしてもう最後、明治がもう自陣からもどんどん攻めようというところ、まあ、攻めざるを得ないかというところです。ここボール出ているという判断で吉田が拾い上げてトライ。最終的なスコアは41対14となりました。まあ、ラインアウトの数が非常に多い帝京、まあ、タックルミス11、4となります。ハンドリングエラーは両チームとも多かった。まあ、帝京大学ここ一つ、まあ、反省するでしょうね、おそらく。いつもよりちょっとこう軽いつなぎというか、そこでミスが起きた、いくつかありましたね。そうですね。まあ、ミスがあってこう選手入れ替えという交代という場面もありましたが、うん、